おはようございます。あら、こっからなんだ。しずさんだ。皆さんこんにちは。ただいまのアイランド島の時刻は2020年4月12日日曜日の午後1時です。そう、4月12日。どうやら今日はイースターらしいです。個人的にはイースターというイベントにあまりゆかりがないので、どういうものかよくわかんないんですけども、どうやら近年注目されてるらしい。ではそのイースターよ、俺を楽しませてみろ。何様だ。今日はイースターですね。朝から広場が賑やか。どなたかいらしてるようです。絶対あいつだよ。あのウサギだよ。目がイカれてるやつ。なんだか楽しいことがありそうですよ。皆さんもよかったら広場を見に行ってみてくださいね。では本日のその他のお知らせ。先日アイランド島に新しくキャンプができた。誰かいんのかな。自然の美しさとその優しさの両方に触れられるキャンプサイトはアイランド島にぴったりですよね。そうかな。きっと多くのお客様が訪れると思いますので、住民の皆さんも積極的に触れ合いを楽しみください。あら、そうなの。島民が一丸になっておもてなしをする感じ。ちなみに今回もセレモニーするんだ。時間と興味があることは案内所で、いつも通りね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。あー、なんか静江さんの放送いいね。フレッシュ。はい、おはようございます。あー、そうだった、こんなの来てた。ではどうしましょうかね。あ、そうだ、ちょっといろいろする前にね、僕はまず謝りたい、ロドリーに。前回マイル旅行券を使って行った島、僕はとんでもない外れ島だと思いました。だけどもコメントを見る感じだと、そこで拾ったこのヒヤシンス、これはねレアだったらしいんだよ。ごめんなさいね、僕それに全然分かんなくて、この何、青とかオレンジ、このピンクもかな、が全部レア。なんか交配しないとなんか作れない色らしくて、いやー、さすが堂々エクスプレスですね。じゃあまずはメール見ようと思ったけど、バルーンが邪魔で見れない。はい、あ、ジョニーから来てる、お礼の品。はい、ジョニーです。このメッセージが一体いつそちらに届くかわからないけど、助けていただいたお礼に旅のお土産をもらってください。ありがとう。はい、そして富士さんは、いつもタヌキマイレージプログラム並びにタヌポートをご利用いただき誠にありがとうございます。マイル交換サービスで交換いただいた景品、はいはいはい、何買ったんだっけ。マイル交換だったから、あ、電柱買ったわ。そう、電柱だ。そして、ショッピングで音楽買った、放浪ってやつ、これつけてみよう。そして富士さんのお部屋は26467ポイント、ランク A だ。ついにいった、おめでとうございます。今回王朝に評価2万点を達成されましたので、記念品を届けします。2万点の部屋かな、便器あんだぜ。まずじゃあジョニーからもらったのどれかな、まず開けてみよう。これは違う、便髪、便髪、良くない絶対。あー、そういう便髪。いや、まあ便髪っつったらこうだけど、何これ、ちっともおしゃれじゃない。なんかさ、たまにさ、ロックな人の便髪あったりするじゃない。これはロックじゃないね、全然ロックには見えないね。何、スコーピオン、あだ名スコーピオンだよこれ絶対に。サソリ。そしてジョニーのどれだ、あ、これ該当ね。で、これがなんだろう、アカデミーの塔の盾。あ、じゃあやっぱりジョニーの便髪か、すげえもん起こしてきたな。アカデミーの塔の盾、何それ、これ壁に飾るのかな、ちょっと見てみない。じゃあアカデミーの塔の盾を壁に飾ってみよう。はいはいはい、なるほどね、まあ全然悪くないんじゃない。そしてこの放浪ってやつをね、ちょっとかけてみたくない、どんな音楽なのか。登録できるぜ、放浪。はい、ちょっと聞きます。優しい。よし、じゃあ今日はイースターです、イースター。なんか、あ、そうだ、街灯見とくか。街灯はね、はい、あー、いい、これいっぱい欲しいな。これ作れないのかな、レシピとかあるんじゃない。よし、じゃあちょっと行くか、イースター。イースターよ、俺を楽しませて見やがれ。いた。でさ、このウサギね、なんかコメント見た感じだと
遠ざかったらなんか面白いみたいな。あーレイチェルかわいそうてかあれイースターの服着てんじゃん。あ、何今日イースターの服着てなきゃダメな日。それがドレスコード。遠くに行ってもそんなに変わんないな。今は違うのかな。とりあえず話してみよう。いやーこんにちは、新しい季節の写真来ました。ラッキーバニーのぴょん太郎だよ。イエーイ拍手。あ、君は前に交渉来た時僕を見つけちゃった子はね、頭どうしたの。刺すぞ。僕に会ったこと約束通りちゃんと秘密にしてくれたよね。ごめん動画にしちゃった。まあまあそれはともかく、いよいよ今日がお祭りの本番だよ。そ、本番って何するの。イースターのお祝いことで僕と一緒に遊んじゃおう。遊ぶもんなのか。いいかい、それじゃ行ってみよう。卵を探そう。おお。この子結構声かわいいよね。結局何変わんないじゃん。4月1日にやった時と全然変わんない。あーあー風船来た。ごめん風船の方が大事今。ごめん。同じだね。お祭りの日もね、6種類の卵全部集まったらいいものプレゼントしてくれるのでありがとうございます。あープレゼントが。はいこれ何何何。こんなのくれた。あーもう早く早く、今日参加した君にはイースターのアーチ。分かったありがとう。もう終われ。全種類 DIY してた人にはスペシャルご褒美用意してる。分かった。ふぅ、とりあえずプレゼント。これはちゃあ、なんか落ちてきた。家具落ちてきた。あー、そうだ卵か。で、何これ。え、すげえ珍しくないこれって。メニュー黒板、木から落ちてくるんだ。飾ってみよう。あはははは、かわいいよくカフェとかの前にあるやつね、チョークで描くんだよねこれね。これ描いてる人、俺よく思うけどさ、センスいいよね、ほんと。描けんのかな、俺も。書けないのかこれ。そっか残念。ていうかこれは俺もイースター着なくてダメじゃないか。うん、ちょっとレイチェルすまん、解放してあげる。さあイースターを楽しめ。あいたちょっと舌打ちしてた。じゃあ早速イースターを着てこうと思っているんですが連発を相まってもでさ、頭のさ、殻、このカリメロスタイル、これもったいなくない？せっかくの弁髪が。これは外そうぜ。うん、外す。あれ、あ、そうすか、弁髪も外れちゃうのか。そうだよね、これ髪型じゃないもんね。かぶってんだもんね、弁髪を。あ、ずらなのね。で、ラッキーバニーくん言ってたな、 DIY レシピ、イースターシリーズを全部作ったらなんかいいことありますぜ、みたいな。俺作れるかな。てかレシピ全部足りてんのか。そもそも見てみよう。イースターなっちこれね、作れるだけ作ってみる。この卵って使い道これしかないもんねきっと。うん、あ結構、あ こんなあんのか。今更だけど作れるかな全部。まあやるだけやってみるか。じゃあ欲しいものからやっていこう。はい、イースターシリーズ何個か作ったんだけど、あのね、こう卵何種類かあるじゃん。圧倒的にね、魚の卵が少ない。だから全種類コンプは厳しいわ。ちょっと話してみよう。そうそう、さっき言いそびちゃったんだけどね、もしどれかの種類の卵が1個だけ足りないなんて時は、他の種類の卵3個くれたら、あーそういうことできるんだ。あ、じゃあできるかもしんないね、もしかして。で、どうした。交換して。空飛ぶ卵が多い、めちゃくちゃ。魚が欲しいから空飛ぶ卵3つあげる。うん、じゃあこの空飛ぶ卵3個を魚の卵1個と交換しちゃう。オッケー。じゃあこういう感じでなんとかなりそうかな。で、卵を持ってきたよってのもあるんだよな。これなんだっけ。お、どれどれ、 1,2,3,4,5,6 種類ね。おお、6種類の卵揃ってる。やったね。じゃあそれぞれの卵を1個ずつもらっちゃうけどいい。うん、とりあえずね、どうぞ。そしたら、よし頑張って君にこれをあげちゃおう。家具だ。イースターのバスケットだよ。じゃあ行くよ、せーの。やったー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 。教育テレビ。イースターシリーズ全部作りました。あのね、ちょっとね、舐めてたかもしれない。めっちゃ可愛い。
なんかすごいさ、心がハッピーにならない？この色彩というか、めっちゃカラフルで可愛い。あ、ここにないものもね、あるんだよ。壁紙とかラグとか床とか、うん、ここら辺は部屋にしか作れないからさ。で、あとウォールクロックもそうだね。あと家にかけるこのリース、これも作った。いや可愛いな。これベッドなんで、ベッド、はい。ちょ、写真撮っとこう。こんぐらいで、あー顔が見えない。藤君ちょっともう少し右。あー行き過ぎ行き過ぎ、ここ真ん中に寝てくれないんだもん、ここうつ伏せまあこんな感じだね。かわいいね。うん、ちょっと気に入りました。まあ、期間限定、うちのお屋敷の中心にはイースターグッズがこうやってね。あ、いいじゃないですか。うん、で全部作ったらなんかもらえるんだったっけ、なんか褒めてもらえるんだっけ。本当に褒めてもらえなかったらちょっと許さないけど。あれれ、君もしかして鉛筆でしょ。僕が隠したレシピのアイテムを本当に全部作っちゃったの。あ、そういう人いるんだ。はあ、すごい、とっても大変だったでしょ。頑張ってくれたんだね。そう、魚の卵がね全然足りないから、他の卵を3つ渡して魚の卵1個もらうみたいな、そういうのをずっとやってた。じゃあ行くよ、せーの。え、なになに、何すんの、何すんの、なんてね。はあ、もしかしてちょっと怒ったこいつ何なんだよ。実は今日のために用意したレシピはもう一個あるんだ。なんだよそれ、何、ぴょん太郎の起き上がりこぼしのレシピ。さあこれが最後のチャレンジ。もしこれも作ってきてくれたら今度こそスペシャルのご褒美あげちゃうからね。あともう一踏ん張り、はい、頑張って頑張って。ムカつく横目で見てんじゃねえよ。あー、まあ、絡むのやめよう。で、なになに、これがあとどれぐらいいるんだ。全部10個ずつ買ったら結構しんどいな。見てみよう。4つずつか。わ、地面の卵も1個少ないのね。まあ、だけど他のものを交換すればいけるか。うん、なるほど、魚4つに地面1個ね、わかった。よし、いける。これで最後、起き上がりこぼし。これ何、どういうこと。とりあえず置いてみるか。ここに起き上がりこぼしはこれね、飾る。え、思ったよりちっちゃいな。え、まあでもこれをやったことによって最後のね、スペシャルな特別なやつがもらえると。くれよ、その顔はひょっとしてぴょん太郎の起き上がりこぼしも作っちゃったの。うわ、引くわ。はぁ、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 なんでだよ。それじゃ本当に全部作っちゃったんだね。すごい、やめと、そういう人もいるんだね。そんなとってもとっても頑張った君にはスペシャルなご褒美をくれ。うん、またレシピじゃねえかよ。自分で作るのか。イースターなステッキ。またレシピかなんて言わないでね。言っちゃったよ。じゃ最後は特別バージョンで、せーの、ハッピー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 。素を見せるな。まだあんのかよ、これは。え、ぴょん太郎の起き上がりこぼし1個と星のかけら、ね、カービィじゃん。え、こんなんどこで手に入れんの。それは無理だわ。星のかけらが見つかんない限りはちょっときついな。じゃあとりあえずこれでイースターは堪能できたということでよろしいんでしょうかね。はい。でさ、キャンプサイトの方ちょっと見に行きたい。どんな感じ。お、あ、ここいいね。あ、うん、結果的にいい場所あった気がする。飾ってやるか。うん、いい感じにキャンプサイトがおもてなし感出た。いいんじゃない。よし、狭いけど。じゃあこれでセレモニーやろう。おっす、おじさん、どうもどうも。お客様ね、とってもいい感じのキャンプサイトが完成しただろう。問い合わせや申し込みの連絡も早速来てるから、近いうちに実際にお客さんも来てくれるはずなんだもん。お客さんが来てる日にはキャンプサイトにテントが張られるから、富士山も気にしといてね。とにかく今日のところはキャンプサイトの営業を始められなかった。おう、キャンプに来たお客さんにこの島の魅力が 200% 伝わるように、それまでの間草むしりとか花や家具を飾り付けたりして島の景観を整えてくれると嬉しいだもん。業者へ問え。もう島民がするとこじゃないだろう。島民は自分の暮らしでもいっぱいいっぱいなんだよ。分かってやれよ。てかこの格好に突っ込め。なんかすげえ恥ずかしいじゃん
すげえ浮かれてるみたいで、君らはいつも通りじゃん。で、まずあれやっちゃおっか、セレモニーやろう。うん。お、おじさん、やる気満々。聞くわ。はは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 。あれ、俺が置いたやつ結構片付けられてる。邪魔ってことか。俺がせっかくおもてなしの心を込めて作ったあのアーチとか、起き上がりこぼしとか。ただいまでキャンプサイトの完成セレモニーを取り行います。アーチは邪魔だから撤去しました。てめえ、っていうかみんな可愛くない？みんな来てる。イースター、え、特にゲンジが可愛い。何それ。皆さんの絶え間ない記録によってこのアイランド島は素晴らしい発展を遂げているだろう。キャンプサイトのことによってアイランド島は世間からより注目されることになると思うだもん。お客さんと仲良くなれば移住を考えてくれることもあるだろうし、島が賑やかになること間違いなしだな。もみんなもキャンプサイトに足を運んでお客さんとどんどん交流してほしいだな。もう、うん、俺ら任せじゃん結局。次にキャンプサイトの建設に多大な貢献してくれた富士山に島民を代表して一言いただきたいだも。それでは富士山、一言お願いするだな。もはいはい、どうもご紹介に預かりました。どうも、私が藤井でございます。前回は本当に長々と喋ってしまったので、今回は本当に一言だけ。金よこせ。藤井くん、あっぱれ。よく頑張りました。本当に報酬もほぼほぼない状態でよく頑張りました。うんうん、本当にその通りだな。もう労力さん、あ、間違った、藤井さん、どうもありがとうだもん。では皆さん、最後にあれの準備をお願いするだもん。来ましたね、写真タイム。さあ今回も写真撮ろう。キャンプサイト完成のお祝いと僕らのアイランド島のますますの発展を願いまして。あーい、かわいい。後ろに今回ね、風船となんてあれもかわいいね。あっしー、これにて今回セレモニーは閉会です。皆さんお気をつけて帰りください。てか豆吉と粒吉連れてこいよ。誰が労力だ、誰が労力だ、誰が労働者だ、誰が奴隷だ。